2022年やっぱりオーラ電車がやっとで俺も、まあ、そういう男になってきたから一緒に頑張るか。お疲れ様です。じゃあ頑張ってくれ和歌山行ってくるよ。行ってらっしゃい。行きます。みんな知ってる？知ってるって言ってもサリーうっす。いやいやいや、ようこそ。はい、いらっしゃい。どうしたす？ジャンベリーだ。おはようございます。いや、あ、まあそうですね、クラブの、はい、YouTube 用に出すやつ、SNS 用に、タカさんの何気なくこうベテランのね、ベテランじゃないですよ、まだ若いそうだ。まだ若いよ。まだ若いです。まだ若いで。ちょっと若手のお見本をちょっと見せていただこうと。若手らしく頑張ります。若手らしか。はい、いってらっしゃい。それ以降にこうしっかり合わせていけるように、とにかく毎日のトレーニングを大事にしていきたい。そこだけ。じゃあ元気よくいきましょう。じゃあ片足こう。はい、片足。はい、片足。はい、
半分からクロス。お疲れ様です。どうですか、キャンプ。キャンプ。いや、だいぶいい練習ができてます。日本代表キャンプからの合流ですけど、だいぶ向こうで体を仕上げてきたんですか。そうですね、まあ、向こうで試合もやりましたし、まあ、コンディションはまずまずといったところなので、まあ、もうちょっと、まあ、さらにいいコンディションになって、まあ、チームの練習からいいプレーができればいいなと思ってます。もう開幕まで1ヶ月もないですけど、今の課題っていうのはチームの連携を深めるところですか。うんうん、そうですね、まあ、連携、新しく入ってきた選手とあとはいた選手がしっかりと、まあ、いい風に融合して、まあ、自分たちのやりたいことっていうのを明確にしつつ、やっぱフィッチでそれを出していかないといけないのかなというふうに思います。武藤選手、今年の個人的な目標ってありますか。いや、もう言わないです。これ言うとね、もうなんか変なプレッシャーになるから、うん、まあ、落ち着いてやるべきことをやってゴールアシスト増やしていければいいなと思ってます。一試合一試合ですか。じゃあ頑張ってください。はい。山川選手に削られたっていう噂があるんですけど、何回か行かれてますよ。2、3回が行かれそうだったら削るんで。やっぱ山川選手、硬いですか、体。痛い、なんかゴツゴツしてる。膝かなんか入ったんだよ。入ってました。でも俺めちゃめちゃ削ったんですけど、こうやくん優しくて、そうしよう。もうこうやくん来るってなった時はもう、はい、完全に優しい人やなっていうか。だから来んじゃん。山川選手、やっぱ筋トレの成果出てるんじゃないですかね。そうですね、まあ、もっとごつくして、あのポジションめちゃくちゃ難しいから、まあどんな人に負けない。あ、今負けてましたよ。あ、僕は大丈夫。今カメラぶれてましたよ、人に当たられて。村上さん特に強いんで、ぶれてた方がいいんじゃない。よくないよ。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はボール使った走りをフィジカル的なやつを午前中やって、午後はちょっとまあ守備メインの、しっかりあのスプリントとかもあったトレーニングが多かったんで、はい、まあ、いつも の, あの息吹でやる練習よりはちょっとまあ来てるかなと思います。キャンプだなっていう感じですね。そうですね、やっとキャンプ入ったなっていうのが、まあ、今日の練習を終えて思いました。仕上がってます。もうすっごい走ってるからね。いやでも、岡山どう。岡山ね、僕ここあれっす、小学校の時に来たことあるんですよ。思い出の、思い出のここで飯食うたすもん、俺お弁当食うてたもん。ここでここで、うん、ここでお弁当食うて、ここで試合しない。でもみんなそれぞれ思い出のピッチはやっぱある。
思い出めっちゃ、やっぱ関西人やからね。そう、俺もあの、高いですよ。関西はここで試合したりとかするんですよ。で、こんな芝居からめちゃくちゃテンション上がる。上がる。思いっきりスライディングとかしてる。小学校の時、こういうピッチャーとかしてんじゃん。めっちゃ綺麗し。ちょい草生えててもテンション上がるでしょ。全然テンション上がる。それがヤシノリ。何が？何が？あ、これ？来ました。やってるわけだよ。イージーツーダンス。インステップは無理。これは使える。これは使える。めちゃめちゃいい絵撮れた。あるのよ。スネトラ。インステップは使わない。試合無視のインセプトよ、いつもガニ股だから俺は使わない。攻めれない、もうどっち？これやで、みたいな。これやで、今の俺感じたこれやで、みたいな。うまい。自分で驚いて。こうやも馴染んでくれて。馴染んでますね。うん。こうやって何歳だよ。僕の26とか。うまいな。新旧プリンス対決ということで。そうっすね。うん。金髪やろう。あ、邪魔やな。あいつ邪魔やねんな、銀髪やろ、ほんま。今これ、新旧プリンス対決、お前。銀髪邪魔やな。あ、旧プリンス対新プリンス。銀髪邪魔やな。銀髪邪魔やな。一番プリンスやから。旧プリンス。旧プリンス。新プリンス。で邪魔。ゴリラ邪魔。あざっす。